皆さんこんにちは小原勝博です授業のための動画作成ナンバー4をお届けします皆さんはこれまで苦労しながらですね動画を作成し youtube をアップですね youtube に動画をアップされてきた方もおられるかと思いますでそういうことをですねされる中でまあ、普段ですね教室でやっているまあ、授業を 単純にですね動画にしているだけというふうにですねまあもちろんこう感じる方もおられるとは思うんですけれども一旦ですね YouTube 動画にすることによってそれ以上のですねえっ、ー、と付加価値が生じることがあるということを今日はですねお話をしたいと思います特にえっ、ー、と今日ですねえっ、ー、と着目したいのはえっ、ー、と YouTube のですねえっ、ー、と字幕機能ですこれをですね積極的にえっ、ー、と理解し利用することによって通常の教室授業では とてもできないようなことをですねすることができます。 えここで,私が想定、まあ、普段ですね皆さんあの字幕をですねどういう時に使うかっていうことを考えてほしいんですけどもあの外国語の映画を見る時にですね字幕があるかないかでだいぶこう理解度が変わってきますよねですから私たちも普段ですねそういうことを見慣れていることもあるんですけれどもこういうものを特に必要とする方がおられる場合があります。これははは一一つつででですす、ね、すねね聴覚障害者の方です、ね 耳が聞こえませんのでいくら一生懸命あの、まあ、先生が話していてもですねやはり何かテキスト的なものが出てこないとそれをですねその場で理解することができません。それから えー、この外国人、えー、留学生の方で、えっ、ー、と日本語をですね学び始めて間のない方も日本にはたくさんあのおられます。で特にえっ、ー、とこういう方がえっ、ー、と大学の授業のようにですね、えっ、ー、と専門用語があのかなりたくさん出てくるようなえっ、ー、と講義を理解するっていうことは非常にやっぱ大変なんですね。でそういった時にあのこれあの特に聴覚障害者の学生さんに対しては、えー、大学がですねサポートしたりということも当然あるんですけども、えー、この YouTube y o u t のこの動画を使うことによって、聴覚障害者やあるいは外国人留学生に対する配慮をですね、するできるようなあのコンテンツを作ることがえっとできます。で、それをですね、えっとちょっと具体的にどういう風うに見るあのなっているのかということをの実際をこう見ていただきたいと思います。 はい、えっとこれですねあのこういう画面がありまして、えっと、YouTube のですねこの画面なんですけども、えっと、YouTube のえっと画面のえっと右下にいろんなこう、えっと、ボタンアイコンがこう並んでいますその一番左のところにです、ね、皆さん普段押さないと思うんですけど一度それをちょっと押してほしいんですねえっとここのボタンです。でこれはあの字幕ボタンなんですけどもそれを押すことによってその動画のですね、えっと、字幕があの現れてきます。 えっと実際にはですね、こういうふうになります。皆さんこんこにちは小原克です今日は授業のための動画作成についてお話をしたいと思います。題して、キューバをしのぐためのスイ,スイ動画作成術です。昨今、新型コロナウイルスの影響で教室での対面授業をすることができなくなった学校が多くあります。はい。えっと、今ご覧いただいたただようなですね、まあ、字幕は まあ最近テレビなどではですねごく普通に出てくるようになりましたしかし自分の動画でこんなことをするには大変じゃないかとですね思われるかもしれませんがそれがそうではなくですね非常にこの簡単にできるということを後でですね実際に示してみたいと思いますでえっ、ー、とこういったことを利用することによって今もお話ししましたようにえその えっとオンライン授業ではですね聴覚障害者あの隣にですねえっとサポーターのノートテイクのサポーターに座っていただいてそれを見るっていうことがなかなか現在、えっと、難しい環境にありますので、えっと、動画にですねえきちんとした、えー、その 字幕がですねあるだけで、もう、えー、それをですね、えー、と十分に理解あの使えるようになりますし、えー、と外国人留学生に関しても、えー、講義のですね、えー、理解度がうんと高まることになります。ですから皆さんが実際に、えー、このされている授業の えと対象者の中にこういう方がですねおられるかおられないかまずそれを把握した上でも,ひもしですねお一人でもそういう方がおられるのであればあるいは可能性があるのであれば、えー、とこういったですね、えー、と字幕の、えー、と積極利用をぜひこう考えてみてくださいここれはは教室授業,授業ででです、ねまあ、できなかったことですしかしこういう危機的な状況の中で YouTube にですね動画をアップし,、えー、しているですね状況が今ありますのでそのですね、まあきあの 機能をですね、まあ最大限こう使うということもですね、まあ必要ではないかというふうに思います。ではあの早速ですね、その実際の仕方をですね、これから説明をいたします。はい、これがあの YouTube の最初のチャンネルのページです。それぞれ皆さんですね、の y o u t u b e アカウントを作られるとこういうご自身のチャンネルのですねページがあるんですけども、えとそこのですね、えー、っとこの 右の辺りに YouTube Studio っていうです、ね、このあのボタンがありますのでこれを押しますもうすでに慣れている方はです、ね、もう何度もあの見る画面なんですけれども、えっと、こういうです、ね、ダッシュボードが最初に現れてそしてここの動画のところをです、ねえっと、クリックしていただくと、えー、アップされたです、ねえー、動画がらあのずらっとです、ねえー、見ることができます。でそこで 今ですね字幕を見たいんですけどもこの一番新しいですねこの動画からちょっと試しにやってみますけどもこの「詳細」というところを押してこの動画のですね画面に入ります。でこのタブとしては「標準」その他のオプションというのがありますけれどもこのその他のオプションのところを押します。するとこういう画面が出てきましてえ とですねここのちょっと下の真ん中よ下ら辺にですね、えー、っとこの、えー、字幕のメニューがあるんですね、えー、っと動画のオリジナル言語と字幕っていうことでここでですねまずあのデフォルトでは何も選ばれてないんですけれども動画をアップした際にここで言語をですね、えー、まあ日本語で話された場合には日本語というふうにしておくと 自動的にです、ね、日本語に、まあ、変換あの,のです、ね、字幕を作ってくれますそして、えっと、この字幕をですね、えっと、どういうふうに実際できているのかっていうことを確認しようと思うとここにですね「日本語 YouTube による自動翻訳」っていうです、ね、ものがありますのでこの右の端の方をちょっとこう、えっと、クリックすると,、えっと従来のクリエイターツールで編集というふうにですねというメニューあるいは「ダウンロード」っていうメニューがありまして ダウンロードを押しますと CaptionsSPV というです、ね、テキストファイルがダウンロードされてそれを直接編集することもできますすそれを編集すると正しくです、ね、直したものをここで字幕をアップロードというところでアップロードすればそれで,です、ね、直すこともできますしそれから私が簡単にの普段やってるのはです、ね、こちらの方のクリエイターツールで編集という方です。 でこれを開きますと,、えっとこういう画面が出てきてさらにここでですね「あの編集」というところを押すと,、えー、っと実際の,あの画面をですね、えっと、編集することがあのできます。で、えー、っとちょっとこれ見てほしいんですがあのうんとですねかなり正確にあの。 まあ字幕にですね自動変換してるんですけれどもやっぱり弱いのは固有名詞とか専門用語なんですね例えば冒頭のところで「皆さんこんにちはコアラカズイロです」って書いてるんですけどもえとこれはやっぱりちょっと変ですよねですからえこあの発音が悪かったのかあ,のあるいは良かったのか「コアラ」ではなくて「コアラ」になってるんですけどもこれをですね「コアラカズイロ」ではなくて「 えー、小原勝いう,ふうにですねこういう形でですねざーっとこう見ていっておかしいなと思うところをですねこう修正して、えっと、最後ですねこの編集内容を、まあ、あの公開っていうですねここをもう押すと編集されあの修正された内容がですね、えー、こう反映されて字幕をですね表示することができるようになります。 もう見るとですねわかるんですけどもかなり正確にやっていてですねところどころちょっとおかしい箇所があるかなという程度をですね、はい、でこれ、えっと、一旦あの公開ということで、えー、保存します、はい、で、えっと、これはもうこれで OK ですので、えっと、このタブを閉じて、えっと、元に戻りたいんですがあのこれでですねもうすでにあの 変更が反映されているんですけれどもこれをですねあの自動翻訳のところでダウンロードした場合のファイルがですねどういう内容のもんなのかっていうことを少しお見せしておきたいと思います。はいえー、とそれはですねこういう形であの先ほど言いましたように「CaptionsSBV」というです、ねえー、とファイル名でもってダウンロードされて。 それをあのこういったテキストイーターなどで開いて、えー、と編集することができるんですね。えー、皆さんこんこにちは小原和弘ですってなってるここをですね小原和弘に直したりとか、えー、とあとですねこうざーっと見ていって、えーまあ、これテキストですからこう直しやすいです。でただですね、えー ここにあるそれぞれのタイムラインですよねゼロ秒から始まって何秒後にこのテキストというのがありますのでこの数字の部分はですねいじってはいけませんその数字の下のテキストをですね正しいものにこの修正してそしてこの修正されたこのファイルをここからですね字幕をアップロードというところからアップロードすれば正しい情報に上書きされるというふうにです、ね、なりますね はい、えこういう形であの字幕もですね非常に簡単にえと修正することができます。そしてまあこのちょっとしたですね作業をするだけでそれを必要とする方々。 つまり聴覚障害の学生さんとかですね日本語がまだ十分に理解できない外国人留学生の方にとっては非常に効果的なですね、えー、こう動画を作ることができますのでぜひですねこういったあー、まあ、YouTube のです、ね、底力を皆さん自身がですね使っていただければと思いますで、はい、ではは今日の動画はこれで終わります。